天皇陛下がご成婚のタイミングでご啓示ご啓示と巷が盛り上がっているところで、4代目の当主が非常におめでたい言葉だと、でその最高の喜び事のそばにうちのお酒があるようにということで、あのご啓示という言葉をそのまま銘柄名にしたということです。すごい、すごいネーミングですね。チャ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 この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。はいはい、お願いします。今回ですね、スペシャルなゲストにお越しいただきました。日本酒を作る倉本さんの青木千佐さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと立ち上がってみるとどんな感じですか今。ああいいですね。いやいいですね。ちょっとハッピーわかる。はい、ハッピーコートわかる。はい、海外の方に人気ですよね、ハッピー。うん、多分ね。あ、はいはい、着てるとだいたい欲しいって言われますよ、海外の方に。そうですか、はいはい、酒造メーカーとしては190年ですね、創業。すごい、すごい。シドニーさん、ちょっと飲んでる場合じゃないよ。置いてましたね。190年。実際千佐さん、普段どんなお仕事されてるのかね、ちょっと動画ありますので、そちらちょっとご覧ください。ちょっと皆さん見てください。当社では製品のほとんどを茨城県の米で作っています。地酒というふうなことで、できるだけ地元の素材にこだわって酒造っています。また決して大きな蔵ではないので、一つ一つのお酒がお客さんに飲んでいただいた時にほっこりするような、より丁寧な酒造りを心がけています。おー、わー、おー、大変大変。ね、まあ、その大変だろうね。重たいです、ね。すごい。へえ。わお。親父臭いというイメージであったり、少しとっつきにくい飲み物かとは思うんですが、日本の酒というように、ね、米と水だけでできた日本人に合ったお酒かと思います。またお料理も和食だけではなくって、さまざまな料理に合わせていただくこともできますし、冷たいも冷たいものからあったかいものまで幅広くお楽しみいただけるのが日本酒の一番の魅力だと思っています。は低アルコールであったり可愛いラベルのものが増えていますので、日本酒初心者の方でも非常に女性向けのものも多くなってます。あー、わー、なるほど、ね、あー、すごい、すごい、すごい。このご啓示っていう、まあ、ブランドになるんですけど、そもそも天皇陛下にちなんだ品と聞いたんですが。そうですね、明治時代に天皇陛下がご成婚のタイミングでご啓示というのが大変喜ばしい言葉としてもともと日本にありまして、天皇陛下がご成婚のタイミングでご啓示ご啓示と巷が盛り上がっているところで、先代の3代目の当主が非常におめでたい言葉だと、でその最高の喜び事のそばにうちのお酒があるようにということで、あのご啓示という言葉をそのまま銘柄名にしたということですね。素晴らしいネーミングですね。すごい、すごい。
はい、そう、しかも数々の賞も受賞されているということで、最近はあのロンドンでもう日本酒のコンペが行われていて、日本の人だけじゃなく海外の方にも評価していただいて、そのお酒のグランプリをいただいたりとか、すごい、はい、それとあのまた別のコンペでは特別賞をいただいて、 JAL の飛行機の機内採用酒に選んでいただいたりもしました。すごいですね、はい、すごいですね。でビジネスクラスとか多分そういうところに採用されたっていうことですか。そうです、またね今年乗る予定なんです、はい、ちどりんさん、すごい方が今日はゲストに来てますね普通のお酒屋さんだと思いましためちゃくちゃ歴史あるからね、ひとりさん、うん、ということでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわー今回のテーマはこちらです。最近試した商品。今日はですね、皆さんが最近試した商品で他の人にもおすすめしたい、そんな料理食べ物を教えてください。まずはですね、シドニーさん、あなたの最近試した商品を教えてください。はい、カサデフルタ。カサデフルタというのはいろいろ野菜売ってる、でも大人気はワニジャーキーよ。ワニジャーキー、ワニー近所のところたくさん農業ある、だから皆さんそこの建物野菜とか売ってる、はい、今ドライ、はい、ドライ生姜、うんうん、あ、ジンジャー、ドライジンジャー、はい、あ、はい、生姜だ、うー、見て、トモコロシ、トモコロシ、ドライトモコロシ、ドライトウモロコシ、はい、美味しいよ、はい、本当、なんかポップコーンをこれから作りますか、あるいはなんか豚の餌みたいな感じで、はいはい、やっぱり食べる、はい、そのまま食べる、大丈夫ですよ、あ、そう、あ、オクラ、オクラ、オクラ、はいはい、え、これドライなの、これ、はい、ドライですよ、はい、オクラはオクラなんですね、アルファベット、はい、フライドオクラなんだ、はい、結構大変、うん、オクラ好きですよ。土産屋さんっぽいのかね。ナッツとか。はいはい、でもこのポストのナッツじゃない。ニンニクのナッツ。ああ、ガーリック。これニンニク？はい。ああ、そうなんだ。ガーリック好きだね、うん、アメリカの人は、ね。はい、大好きですよ。大好き、大好き。おお、ああ、はい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 。ワニがいる。鹿とかね。はい、シカさんも、はい、バッファローって書いてるな、でもこういう風になってんだ、あ、楽だね、あ、この辺、はい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 、あー、なんかパッと見わかんないね、何の肉か、うん、でも美味しそう、ね、美味しそうよ、はい、うんうん、お酒のつまみって感じじゃないの、あれは私の意見、いいか、イカ同じの、はい、同じの味よ。あー、サキイカとかそういう感じに似てるっていうこと。はいはい、すごく似てる、はい。あー、ほんと。ちょっと塩っぴなって日本酒とか合いそうじゃないですか、ちささん、ああいうの。乾き物のおつまみと同じ感じかもしれないですね。そうですね。私もちょっと前に沖縄でサメジャーキーっていうのをお土産にいただきました。やっぱりそれもおつまみ、おやつみたいな感じです。あ、うん、サメジャーキーはビーフジャーキーみたいな感じでしたね。私たちは、はい、照り焼き味みたいな感じでした。美味しかったですよ。だからワニも美味しいと思う。ね、なんか見た感じすごい味がしっかりしてそうだからね、美味しそうな。あのワニジャーキーいいけれども、でもワニの靴の方がいいと思います。あ、ワニの靴、はい、ワニのバッグとか、はいはい、そうですか、そんなことは聞いてないよ高級ですね、そんなことは聞いてないよ旦那さんに言ってよ、しどりさん、もう飲んでる、はい、大丈夫、もうすでに飲み始めた、大丈夫大丈夫大丈夫、今手元にはないってことですね、
はいはい、食べますよ、これから。ほらほら。はいはい。はい。じゃ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 おなんなのなんなの。Here we go! Here we go! Here we go! ってなんなの。Here we go! いただきますか。どうぞどうぞ。はい。誰なんだよ。はい、イカ、イカ感じ、感じ、イカ匂い、イカ味。イカの味じゃん。なんか夢がなくなるね。なんか、イカのイカじゃんじゃん。イカ先イカでいいじゃねえかっていう話になっちゃう。だから、ちょっともう少しガーリック。ほう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 。はい、めっちゃ美味しい。はい、ワニジャーキとピニック、あのガニニックは、うん、一緒に大丈夫です。一緒に大丈夫。はい、ぜひぜひ食べてください。なんかやば、お酒ないとなんかいまいちじゃない、シドニーさん。大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、では続いて、ちささん、あなたが最近試した商品教えてください。私はですね、人気のスパイスホリニシを使っているホリニシカレーです。え、ちょっと待って、ホリニシ、人気のスパイスホリニシがまず分かんないですけど。はい、ホリニシというのは最近日本アウトドア非常にキャンプとかブームなんですけれども、うんうん、キャンプに行った時に使うスパイスということで、ホリニシという名前のスパイスが大変今人気です、アウトドア業界で。そのホリニシはアウトドアキャンプするときは荷物を少なくしていきますよね、うんうんうん、でお料理をするときにこれさえかければ何でも美味しいという魔法のスパイスです、はい、すごい、はい、普通だったらあの塩、胡椒、いろいろバジルとかいろいろありますよね、ジンジャー、いろいろ持っていかなくてもこのホリニシをかければお肉も魚も全部美味しい。全部、なるほど、はい、いいし、私はチャーハンとか、はい、それでも美味しいです。そういう、はい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 、こういろんな味が混ざったスパイスがまずとても人気で、うん、そのホリニシというスパイスを元にして作ったカレーが最近発売されて、これを食べました。はい、あ、それめっちゃ興味ある。今はね、まだ一般には販売されていなくって、クラウドファンディングというあのシステムを使って販売されたものを応募して買ったんですけれども、多分そのうち市販もされるようになると思います。質問あります。あの、この会社誰が作ってた？キコマン作る？堀西は和歌山県にあるアウトドアショップで作ってます。だから和歌山県？そう、和歌山県。食品メーカーがスタートではなくて、アウトドアショップがスタートで開発した。うん、和歌山県、和歌山県知ってる、あのたくさん桜木ある、うん、桜の木、そうなの、はい、ここでもあると思ってるよね、日本中、うん、私の恋人と見学、一緒に見学しました、和歌山恋人とね、Oh my God、 ごめんね、たくさん恋人当てた、ごめんね突然プライベートの話されても誰もついてこれないんだけどさちょっと思い出しちゃったよ、私の彼氏の桜の綺麗な和歌山県の和歌山ピサさんの話と全く関係ないけどごめんなさい、ごめんなさい、はい、うん、でもどうですか、実際あのカレー食べて美味しかったですか。うん、本当にね、カレーの甘さが野菜かな、リンゴとかなのかな、その甘みもあって、で後からピリッとスパイスが効いて辛くって美味しかったです、はい、でもキャンプで外で食べたいなと思いました。まずは皆さんはあの堀西スパイスからぜひ見つけてやってみてください。いや、そっちじゃないですか。いや、だからちょっと今途中まで話聞いてて、カレーはカレーで別にもう家で食えばいいんじゃないかって若干よぎってて、というのも
キャンプ行ったらちょっとそこはそこで作った方が楽しいんじゃないのっていう、キャンプレトルトカレーって寂しくないかって100回はよぎったんですけど、もうキャンプ場ついて、じゃあテントを立てます、うん、その前にお腹が空いちゃうんですよ、テントを立て終わる前に。だいたいお昼10時くらい、うん、午後1時とかにチェックイン。なるほど、なるほど、はい。もうね、いろいろ作るまでに、そう、まずはもう、くつろげる場所、基地を作る。で、作ったらもう、まずは腹ごしらえなんですよ。うん、で、夜にゆっくり作るんです。うわぁ、はい、はい。ディナーはちょっとしっかり作るけど。そう、あとは、はい、一晩泊まって、次の日朝、だいたい10時、11時チェックアウトです。朝はゆっくり、そんな作ってとかじゃなく、テントを撤収しに行って、はいはい、朝、パッとカレーを、朝カレーを食べて、あ、それはいいか、それはいいと思う。そんな使い方があります。これはちょっと納得しました。だから、夜は堀西でバーベキューですかね。ああ、ね、だからスパイスかね、あれ一本で確かに、多分ね、キャンプ好きってアウト好きな人が作った、試してみたいですよね、うん。はい、ぜひお試しください。なるほど。で、ユウさんどうでした今のスパイス、カレーでもいいんですけど。いや、すごくちささんのお話面白く、やっぱりね、聞いててお腹空きました。すごいね、スパイス好きなんですよ。と私もまあ。別のスパイスをね、最近試して、これはコストコとかカルディでも売ってるんですけど、陽明人、羊に名人と書いて、何ですかそれは。これはね、クミンっていうスパイスがすごくいっぱい入ってる、美味しいやつ。羊用のスパイスなんですね。はい、でも、堀西、ちょっとやって。買いたくなりました。あ、それはいいですね。でも普通にカルディとかで売ってるやつなんで、ね。売ってます、売ってます。どこでも、はい、買えますね。いいですね。それもなんか気軽に手に入るなら試してみて。そうですね。はい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 。では続いてゆうさん、あなたが最近試した商品教えてください。はい、私は最近ですね、カルディで売っている非常に人気商品のビャンビャン麺っていう乾麺がめちゃくちゃ気に入りました。ビャンビャン麺、そうなんです。この漢字、おそらく普通に書ける人はいません。画数で言うとね、57もあって、非常にね、中国人の中でも、漢字は書けないね。わあ、すごいすごい漢字。これは西安発祥というか、やっぱりね、西安はすごい実は小麦粉大国で、麺類が豊富なところでね、非常に幅広い、こう、よくね、ベルト麺とかそういう名前で、もちもちってこう食感が良くて、付け合わせのタレと合わせると非常にね、スパイスもしっかり効いてて、まあ、各家庭でね、のトッピングはもう自分の好みだ、野菜だとか肉とかいろいろね乗せて良くて、あとやっぱり肝心なタレが非常にねスパイスの効いたものになりますね。辛いんだ。辛い、非常に香りが高くて、ただ辛いだけじゃなくて、やっぱり風味がしっかりあるから、あとはカルディ以外だとなかなかちょっと手に入らない感じです。それが全然違っていて、実は期間限定だったんですけれども、首都圏のセブンイレブンでは実は一時期販売していて、そう、かなり好評だったみたいなんですよね。ただまあ期間限定だったからやっぱりね、途中で終わってしまってちょっと残念でしたけど。はい、でもやっぱりね、お店で実際こう目の前でラーメン、その乱州ラーメンみたいにこう目の前で伸ばしてくれるのが見れるところは結構都内であるので、結構そういうビヨーンってなんかパフォーマンスしながらやってるような感じなんですよ。隣でバンバンとかね叩きながらやっぱり作っていくから、なんかね、美味しくてで見ていて楽しいっていうのが結構やっぱり一度お店で食べていただいた方がいいかなと思います、ね、いいかなっていう感じ、はい、それが最近ちょっと日本でも手に入るようになった。そうそう、本当そうなんですよ。ちささん、いかがでした今のビャンビャン麺、知ってました？
カルディで人気の商品とかってテレビでやったりしますよね。最近。あ、そうなんですか。あの、見たことはありました。でもね、食べたことないのなかったので、うん、今度見つけたら買ってみようと思います。ぜひぜひ、はい、やっぱ知ってるんだな、ね、シドニーさんいかがでした。スパイシーカブル、ちょっとうんちも痛い。お尻痛くなる。はい、皆さんも同じでしょ。私だけ。ユウさんに聞きたいけど、なんだろう、辛いもの食いすぎるとちょっとお腹とかにくるじゃないですか。それはないですか。下痢しますね。下痢しますね。そうなんだよ。ユウリーさん喜びすぎ。やっぱそうなんですよ ね、うんうん、あの、実は中国で、あの、辛い料理っていうのは四川だけじゃないんですよ。いろんなところで辛いんですけど、うんうん、やっぱりでも中国人の中でも四川省の人は、うん、まあ、なんか辛いイメージが多いっていう感じなんですね。でも、あの、四川には非常に多くの、あの、消化器系、とりわけ肛門関係の専門病院があるとも言われているんですね。それだけやっぱりみんな、あの、食べ過ぎてみんな同じようにこう下痢するから。やっぱりみんな、うん、お腹壊しながら辛いもの食べてる。ひろにさんも我慢して食べようよ。おかしいよ。中国人が特別な体を持ってるわけじゃないんで、みんな一つお腹を壊してるっていう。学んだね。俺も今まで人生でね、中国の四川の人にお腹どうですかって聞いたことなかったけど、今日人生で初めてこのトークしたね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。